皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は、静岡県立の熱海高校の概要についてお話しします。熱海高校は静岡県のオンリーワンハイスクールに指定されている全日制の普通科高校です。県内で唯一ヨット部がある高校で、エイサー部、あの沖縄のエイサーですね、このエイサー部があるのも熱海高校だけです。普通科の内容なんですけれど、定員は80名、今年の3月の入試、2023年3月の入試の倍率 0.50 倍でした。1年次は全生徒が共通科目を学習して、2年次から3つのコースに分かれて学習します。進学コース、これは推薦入試を中心にした進路指導、進学指導をしているそうです。4年生大学の指定校推薦枠、これは約180名分持っているそうです。それから観光ビジネスコース、熱海は観光の街ですからね、地元の産業に即したコースですよね。そして観光コースのプログラムの中には、地元の企業と提携して行うプログラムもあって、テレビや新聞のニュースで取り上げられたりしています。それからもう一つのコースは福祉コースがあります。学校裁量枠発表されています。学校裁量枠は1だけで、中学校における学習、これで 10% 程度裁量枠取るそうです。これは9教科の学習の成績によるそうです。今回は熱海高校の概要についてお話ししました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。